1号艇中野次郎選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今節は7つの星を挙げてのポールポジションということになりましたが、節間の中でレースの中でモーターに助けられたというようなコメントも多くありましたね。はい、いいモーターだと思います、現状の船足どんなところが気に入ってますか？行き足がいいと思います、出足系統も悪くない、悪くないです、昨日の準優勝戦振り返りまして、まあ、阿波選手がいてまたモーター仕上げているメンバーもいてという中、どんなレースでしたか？本当ターンは、ミスしてるんですけどエンジンに助けられましたね。今日も優勝戦ですけれども、今日のメンバー考えてどんなイメージっていうのありますか？そうですね、今日もちょっと、厳しいメンバーなんですけど、ちょっと気象が変わったんだいぶ変わってるんで、雨は変わんないんですけど気温もだいぶ下がって気圧も上がってるんで、しっかり試運転して合わせていきたいなと思ってます。昨日はちょっと慌てたかな一幕っていうような話もありましたが、そうですね、もう30点ぐらいのターンでしたね。失敗してました。では今日は高得点がつけられるような、そうですね、はい、スタートはどうでしょうか？いいスタートいけてると思うんで、今日もよっぽどのことが状況がこう変わらない限りは、しっかり決めるんじゃないかなとは思ってます。分かりました。では最後に意気込みをお願いします。精一杯頑張ります。2号艇大池祐樹選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今年初の平和島登場でしたけれどもね、優勝戦まで駒を進めました、節間通して動きというのはどうでしたか？もう初日からいい足だなと思ってました、変化っていうのはこの気象状況のズレと変化とともにないですか？多少あるんですけど、底力があるんで、エンジンに助けられてますね、特徴などはありますか？特徴は、伸び足がいいんじゃないかかと思います、出足回り足も悪くないですか？そうですね、そっちも悪くないですね、いいですね。準優勝戦なんですがちょっと気になるところもあったというふうに昨日インタビューでおっしゃってました。はい、そうですね、昨日は少し乗りづらかったんでちょっとその辺を修正して今日は行きたいです、スタート感はいかがでしょうか？日に日に合ってきてるんで、今日もしっかり行きたいと思います。それでは優勝に向けましての意気込みをお願いします。はい、東京で 1,2,3 とかできるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。3号艇の亀山正幸選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ前回の優勝モーターを手に今回も優勝戦まで駒進めました。いや嬉しいです。どうですか、モーターの動き、船足、仕上がりとして納得いってますか？もう全部いいと思います。気象状況、今日は朝の段階では20度ないぐらいなんですけれども、初日から随分と変化ありました。問題ない、影響なし。足はもうずっといいです、足はというところでちょっと違うところもありますか？ちょっと乗り心地が日替わりな感じはしますけど、でもレース行ったらいいんでもう何もしてないです。なるほど、試運転ではちょっと気になるけど本番では影響は少ないということ。そうですね、はい、では今日も今のところはこのまま行く予定。はい、神山選手がこうしっかり出てくるというような声が各選手から今節何度も聞きましたけれども、実際自分で乗っていてもっていう感じですか？はい、もう本当全部いいと思います。昨日と同じ3枠ということになりますけれども、では話考えるとチャンスは十分と。はい、もうしっかり攻めれればいいなと思ってます。スタート感はいかがでしょうか？スタートも行き足がいいので、しやすいです。分かりました。さあそれでは最後にメッセージをお願いします。はい、優勝できるよう精一杯頑張ります。4号艇梶野隆選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今シリーズはオール3連隊をキープするような走りになりました。どうでしょうか、モーター他のメンバーに比べると数字は低めなんですけれども、動きとしては、数字以上に動いてくれているので、本当に助かっています、どのあたりが気に入ってますか？たまりがいいと思います、
直線に関してはいかがでしょうか。もうだんだん良くなってるとは思うんですけどね、うん、はい、いいですね。さあ、今日はちょっとまた昨日よりも気温も下がってきておりますが、朝乗ってみてどうですか。まあ、微調整をして、うん、いい感じになるようにちょっとずつやっていきたいなと思っています、うん、大きな心配はなさそうだと。そうですね、はい、はい、昨日の準優勝戦は振り返ってみてどうですか。本当のターンミスですね、うん、まあ、自分の精一杯なんですけど、では、はい、足船足がちょっと違和感があったとかそういうわけではない。まあまあ自分が本当にミスですね、うん、はい。さあ、今日は4枠の位置になりますけれども、勝つためにどんなところが必要になってきそうですか。あ、どうですかね。まあまあ、あまり考えないで、うん、はい、行きます。スタートはいかがでしょう。自分なりには精一杯いいスタートがいけています。わかりました。それではメッセージお願いします。はい、昨日インから逃げれなくてすいませんでした。今日はなんとかの船券に絡めるように頑張りますので、温かいご声よろしくお願いします。5号艇の金子龍太選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、初優勝目指しての一戦ということになりますね。はい、そうですね。緊張はないですか。はい、特に変わらないです。はい。さあ、今節ですが、まあ、気象条件もだいぶ変わりました。そんな中で船足はいかがですか。そうですね、船足はずっといいんですけど、ちょっと回らない時の調整が失敗しちゃってて、まあ、乗り心地とか行きたいところに行けなかったりとかっていうのはありましたけど、まあ、足はいいですね。なるほど。まあ、今日は気温も下がっていて気圧もちょっと上がってというところ、今日は調整しやすそうなイメージではありますか。そうですね、そんなに、まあ、昨日と変わらないのかなっていうのはあるんですけど、まあ、ダッシュ寄りに調整できればいいかなと思います、うん、なるほど。調整によってそういったところも直線などもついてくるような。そうですね、うまくはまれば伸びもいいんで、うん、はい、まあ、調整したいですけど、うん、昨日はしっかり調整は合っていた。はい、前半ちょっと外しちゃってて、うん、うまく乗れてなかったんで、まあ、2コース寄りに調整できればなと思って、まあ、たまたまうまくいっただけなんですけど、まあ、回った後もすぐ押してくれてましたし、良かったかなって感じです。なるほど。さあ、そしてスタートなんですが、ちょっと展示で後ろになり立ちだったというか本番はしっかり修正してましたが、そういったところは。そうですね、ちょっと起こしに不安が回ってないわけじゃないんですけど、うん、はい、初日の1走目もそうなんですけど、起こしにちょっとだけ不安があって、でもいい時はいいんで、まあ、自分の行ける範囲で一生懸命行ってます、うん、その展示からは修正できてるかなとは思います、はい。では最後に意気込みメッセージお願いいたします。はい、一生懸命走ります。ボートレース楽しんでいってください。6号艇は吉根選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今節は初戦白星から始まりました。はい、まあ、その初日からはもう気温もぐっと下がってきましたが、はい、船足の変化っていうのは今節どうですか。そうですね、全体的にずっと良かったんですけども、うん、まあ、気温にちょっとズレがあったところもあります、うん。昨日の準優勝戦の時間はどうですか。そうですね、昨日の準優は良かったと思います、うん。合っている状態で特徴などはあるんですか。はい、まあ、微妙に伸び型だと思ってるんですけど、出足も悪くないと思うのでいいと思います。モーター数字ありますけれども、はい、ではそれに近いパワーっていうのも感じながら。そうですね、うん、なるほど。今日はさらにまた気温ちょっと今の朝の段階は低いですけれど、はい、今日も調整っていうのは何かイメージするところあるんでしょうか。やっぱり気温気になるんで、まあ、乗ってみてちょっと調整できたらなと思ってます。ちょっとずれてしまった時はどのあたりに影響ありますか。乗り心地もそうですし、回ったところがやっぱ違うのかなって感じです。なるほど。さあ、6枠になりますけれども、はい、このメンバー見てチャンスはありますかね。ないですね一つでも前を。そうですね、はい、うん、久しぶりの優勝も目指しましてと、はい、頑張りたいとは思ってます。スタートは問題ない。そうですね、スタートはしやすいんでいいと思います。それでは最後にメッセージをお願いします。はい、船券から見たいと思います。応援してください。